皆さん、はじめまして。私の名前はキキ。東京2025デフリンピックのアンバサダーに任命され、幸せです。大会までの2年余り、どうぞよろしくお願いします。突然ですが皆さん、世界にはいくつの手話があると思いますか？およそ300もの手話言語があると言われています。日本語と英語が違う言語のように、日本と他の国、地域の手話も異なる言語なんです。私の夢は、そんな世界の人々をつなぐ架け橋になること。日本で初めて開催されるデフリンピックをきっかけに、日本が世界に先立ってデフフレンドリーな社会を実現できるよう頑張ります。2025年11月15日に開会し、世界中のデフアスリートが東京に集まる国際スポーツの祭典、東京2025デフリンピック。皆さんと一緒に盛り上げていけることをとても楽しみにしています。